77.7 コミテン。はい、始まりました。12月ですね。はい、2016年12月6日、はい、ついに12月突入しましたね。ここはなしかオープニングがね、ちょっと12月仕様なんですかねこれ、うん、あ、違うんですね。違う、まあ、いや、なんかいつもと違ったからね。そうですよね。今日は無事ね、あの、放送できてよかったです。はい、本当です。もう、もうやめてあげて。第19回バリカタラジオ、はい、はいはい、始まります。もう19回、うん、ついにね、あともう少したらもう来年よ。当たり前のことを言ってお、はい、その前に大きな、はい、大きなことがありますね、はい、イベントが、はい、そうです、はい、もういきなりいきます。トップから、はい、12月11日、今週末に、今週ですね、はい、ドゥマウサウスジャパン、ドゥマウ九州、なんと、はい、第10回目、10回目にしてクライマックス。いやまだ続くでしょう。いやアリーナ、あ、はいはいはい、アリーナで場所が、ね、アリーナ初挑戦、はいはい、かなり立派な木山総合体育館、はいはい、ブラジリアン柔術佐賀県大会、はい、まさかのじゃないですか。いきなり、はい、ですね、そこで、今現在ですね、はい、372名、おー、はい、で42団体エントリーしてきてくれました、はい、ありがとうございます。今回すごいのはですね、やっぱり、ね、キッズがすごく多い。よっぽどですね、今将来楽しみですね。いや、それぐらい、うん、伸ばしたぐらい、本当にもう半端じゃないぐらい増えてるんですよ。なんかもう自分がずっと1回目2回目3回目やっぱその将来ブラジリアン柔術が、まあ、もうその認められる、うん、なんかね、はい、普通の人でもね、うんうん、もう道を歩いていたら大体柔術家に当たるぐらいのね、あの、まあ、目指してるんですね、うん、はい、なるほど、うん、すごい国家ですね、うん、そね、うん、したらでやっぱキッズしかいないと、それとあとやっぱ女性参加、はい、女性の人がやってくれると大抵、あの、どんどんこうみんなやってくれる人が増えるんじゃないかと、うん、でそのためにも、まあ、もちろん自分のところのファラエストラ中川井出道場もキッズとか、あの、多いんですけど、はい、今までうちが独占してたようなね、はい、あのとこ、あのカテゴリーみたいなところを、はい、今回すごい、あの、そうですね、広島の TK トレーニングセンター、うん、はい、そして謎の集団やわらや、まあ、もう謎じゃないんですけどね、元止水充実って言えばいいのかな、止、はいはい、まあ、水は止水であるのかな、ちょっとここは確認してないんですけど、はい、そこからもかなりの、キッズが出てきてくれまして、ね、ありがとうございます、うん、キッズ大決戦、キッズ大決戦、キッズ大作戦ですね、うん、あ、そうですね、こっちはキッズ大作戦ですね。もう若干何でもよくなってこういうそうですね、長崎のね、佐世保基地から、あの、はい、やっぱ基地から、そ, うね、そこで教えてるんですよ。あ、そうなんですね。そうそう、そこでやっぱりあのお父さんとかが、ね、あの軍人さんがやってて、うん、その子供を連れてきて、キッズが、キッズクラスができたというね、流れなんで。あ、大体こう来られてる、こうごっついね、肩にタトゥー入ったね、お父さんね、そうそう、お父さん、お母さんがハードトレーニングを積んだようなね、そうそう、お父さんがね、はい、はい、大体なんかスト2に出てきそうなレベルのだけど、あれですね、キッズがいるとなんか華やぎますね、なんかみんなカラフルな、ね、充実はもうピンクとか黄色とか華やかな、あの、道着を着てみんな、あの、試合をするので、なんかもう、はい、そこら中が花が咲いたような感じで、うんうん、だから大抵オープニング開会式終了後、もう全4試合会場かな、はい、全部がキッズからスタートすると思うので、あ、はい、ですね、うんうん、すごい人数で、で、あの、気をつけなきゃいけないのは、まあ、これは、あの、出場する選手に、あの、言ってるんですけど、はい、ドゥマウの SJJF ルールは3位決定戦があります。わかります。今までやったら、まあ、準決勝で負けたら2人3位が銅メダルがいたんですけど、うん、SJJF ルールは過酷で同率3位は許さないと、そう、そこから3位決定戦が始まっちゃうんで、うんうん、負けたから帰ろうとか言わないでください。覚えとかないといけない。そう、あの、もう1試合あるって、うん、勝ってメダルを、本物の3位になるぞと、メダルをもらってください。はい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 、はい、そう、でもっと過酷なこと、うん、それ以上に過酷なことってあるんですか、はい、この世の中あるんですよ。あの、煽りますね、今日煽っていくスタイルですね、はいはいはい、持ち上げて持ち、はい、同点0対0とか2対2とか、はい、まあ、基本的にアドバンっていうのがないんですけど、はいはい、ポイントが一緒で、あと1本勝負がつかなかった場合、うん、時間切れになって、はい、今までやったらレフリー判定とかあったんですけど、うん、ないんですよ、うん、決着までっていうことは、出た、 もしマースクやったらこれどうする、決着つかやったら、まあちょっと
明日にするみたいな。いや明日はね、さすがに木山総合体育館で、いや取れるかもしれないけど、ね、あの誰も来ないと思うんで、そうですね、その場で決戦しなきゃいけないんで、はい、そうですね、決着はつけたいですね。つけたいっていうことは、もう5分戦った後、はい、7分戦った後、はい、10分戦った後に決着つかなかった場合は、はい、サドンデスっていう、うわ地獄の、あのサッカーと同じ、うん、ゴールデンゴール、ゴールデンスコア、まあ、サッカーはサドンデスって言ってるのかな、で、ね、うん、で柔道がゴールデンスコアって言ってるのかな、結局勝負がつくまで、はいはいはい、何分になるか分かんないやつですね。そうですそうです。でもちろんテイクダウン投げたり2点取った時点でもうその場で終了なんですけど、つかなかったらどうなるか、悪夢を1回見てますからね。いや2回見てる、2回見てますね、全く同じ組み合わせで2回見てる、30分という地獄を見てますからね、耐久の決勝と無差別で、そうですよね、終わらない試合を見てるので、終わらない試合をもう誰かとは言わないですけど、そうですね、終わった瞬間に分かりましたからね、あ落ちたって完全にこうガクってなりましたよね。そうなんですね。いや落ちたっていうのはその気力が切れた瞬間が分かって、もうパスされた瞬間に終わったっ、ね、そう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 、だからすごいドラマ、まあよく言えばドラマ ね、はい、うん、早く言えばね、早く決めてくれと早くとどめさせてくれと感じなんですけど、はい、だけどそういうルールもあるんですけどね、それを分かった上でまた見ると、はい、はいはいはい、まあ、大変だなと、すごいなと、うん、だけど楽しそうだなと思って、よし最後はよし俺もやってみようと思ってくれると嬉しい、はい、そして、まあ、話が長くなりましたけど、はい、では始めましょうかね、はい、はい、じゃあ、バリカタのアイスブレーカー井出サンクス総統です、よろしくお願いします。どうもです、はいどうもです、はい、そして正面には、はい、妄想バーマスター現実ブレーカーの妄想おじさんです。イエーイ、そして隣ですね、隣です、パラエルストライプスから来ておりますボーカルの、ルールブレーカーのマースです、よろしくお願いします。お願いします。体格、体格、体格もうなんか体格のこと言われるよ。違う違う違う、一切言わない体格はい、アニソンメイドバーカフェユカから来ております響きです。喉ブレーカーは引き続きでーす、ガラガラ、それは飲みすぎ飲みすぎ飲みすぎ酒焼け飲みすぎ歌いすぎそして今日はね、はい、スペシャルゲストが来てもらって、はい、はい、いらっしゃっております。どうぞ、はい、皆さんこんにちは、木山町長の松田でございます。木山ブレーカーでございます、はい、イエーイ、はい、言いましたね、木山をブレーカーって言った、もう名指しでブレーカーちょっとあの後ろにいる中村主任がちょっと顔が青ざめてますけど、はい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 、一応あのどうぞあの、はいはい、2回目の登場、あ、2回目の登場、すごいゲストとして登場して2回目は中村主任だけですよ。あ、本当だ、どうぞあのご挨拶、はいはい、木山町役場の中村です。主任、主任です、主任です、主任、大抵次あの木山町長の座を狙ってるんじゃないかなと、ちょっと若くないですか新婚なんですよ。あ、お、本当ですか、おお、それは知らなかった、おめでて、あれ前回出演された時は、新婚だったと思います。ああ、その時はまだ独身をって言ってたんですね。そうです。さあとかいろいろ怒られるパターンの話、最後の中曽最後にむちゃくちゃ言いますね。ネットで木山のもこみちって引くと彼が写真だですよね。もこみち、この前言ってましたね、木山のもこみち背高いし、ああ独身って言っとけばよかったです。いやいやいや、こうしとった方がよかったかもしれないです、ね。公の電波で嫁ぶち切れみたいな。はい、あ、すみません。そうですね。あの木山町長来るか、はいはいはい、そうですね。もしかしたら来れないかもしれないと、はいはい、なんかいろいろずっとね前振りしてたんですけど、はい、登場してくれました、はい。ありがとうございます。はい、楽しみにしてました。はい。はい、で、まあ、まさきの続き、はい、すいません、はい、あの町長との話は後ゆっくりと、はい、はい、ドゥマウ九州2014で、あ、2014じゃないや2016です、はい、はい、で、もうキッズ、まあまあ、人数も言ったんですけど、あと女性も最高に多い、まあ、白帯青帯だけになっているんですけど、今までにない人数でトーナメントをございます、うん、でやっぱ素人青の男性もそうなんですけど、かなり多いです、うん、もう青とかコットやばいんじゃないかというぐらいな無差別の人数、うんうん、新しく始めてる方が多いっていうことですよね。そうですそうです、まあ、未来は明るいっていうことですね、うんうん、でそこにですね、今回、フランコファミリーっていう、うん、あの愛知とかね、あのそっちの方でいつもあの店をしてるファミリーがいるんですよ。
その紹介の仕方難しくないですか？難しいね。店をしてるファミリーがいるんですね。家族全員充実家で、はいはいはい、試合も出ながら、そうですね、そうですね、ブースで、はいはいはい、飲食をそうですね、ブースを出してるんですけど、うんうん、それがトルコの、ケバブっていうんですか？はいはい、ケバブ知ってます？まあ、アサイとかね、うん、ケバブとかやってるんですけど、うん、やってるってことアサイとかケバブってくっつかんすよね。販売してるね。そうですね、はい、でそれ結構自分たちも前行った時に食べたんですけど、うん、美味しかった評判ですよね。もう、はい、目の前でね切ってくれて、はい、バッと挟んで、うん、でアサイも結構量が多い、うんうんうん、すごいこうね健康食やしパワーね、うん、エネルギーがすごいですからね、うん、アサイ。そう、そしてそれが木山町で、はい、まだちょっとわからないですけど、もしかしたらブースをね、はい、展開してくれる許可さえ降りれば、はいはい、っていう形で今その形で動いてます、ね、はい、中村主任。そうですね。まあまあ当ててきます、ね。はい、で、だからもしね、ブースが出たら皆さんで食べてください、はい、とても美味しいものです、はい、もちろんこの後紹介するフェライフェスタでもね、はい、いろんな食べ物から、はい、そうですね、出し物がいっぱい聞きたいところいっぱいあるんですので、あ、まあ、これは後でこう地図を見ながらね、はい、どういうルートで妄想おじさんが歩くのかっていうのをね聞いてみましょう。妄想おじさんはね、あんまり歩くの得意じゃないですよ。すぐ疲れますね。そうですよね、はい、ペタリコミ。よし、じゃあそろそろ行きましょうかね。はい、やっとこっからオープニングなんですよ。はい。それでは行きましょう、バリカタラジオコンバット。この番組は福岡の観光資源であるサブカルチャーの活性化を目的として放送しています。ブラジリアン柔術、プロレス、演劇、アニメ、特撮、音楽、コスプレ、アイドルなど何でもありのバリカタラジオです。協賛協力各社の紹介です。株式会社リング、株式会社プレリュード、筑紫野剣僧株式会社2階連武館道場、九州最大級の品揃え格闘技プロショップ福岡いさみ、カルペディエム福岡、パラエストラ中川井出道場、カフェドユーカ、劇団風来坊、普通免許で OK 三輪バイクを気軽にレンタル、トライクイージーレンタル福岡の間店、博多豚骨ラーメン竹林大橋店、ブラジリアン柔術を広める熱い親父たち OJJ、 博多サブカル研究室サンダーバードサブカルチャーコミュニティラボ、ラスコンチャス、柔術ナード他バリカタプロジェクト協賛各社の提供で、生放送は福岡市内 FM77.7MHz、 録音放送は YouTube バリカタラジオチャンネルでお送りしています。番組への参加は Facebook バリカタラジオページからお願いします。協賛募集中です。バッチ。やっとつながった。言えなかったんじゃねえかってやつ。コン、ね、で切られたような気がしたんで、コンと言っとかんといかんかなと思って。バリカタラジオコン。はい、今のね、スポンサーさんのねとこで気づいたところがあると思うんですけど、新しい、なんとですね、はい、12月から一つスポンサー様が増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとね、九州最大規模の、はい、品揃え、品揃え、格闘技プロショップ福岡いさみ様、ありがとうございます。店内を埋め尽くすように格闘技用品がありますよ。あれですよね、今日お休みの福岡勇さんですよ、ね、定休日が火曜日というね、そう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 、だから今日聞いてもないですけど、はい、うん、で、なんとなんとこのドゥマウ九州12月11日のブースに福岡勇さんも出ます。はい、はい、勇さんはね、もう品揃え豊富なんで、うん、すごい。そして大体ワゴンセールにしても、うん、まあ、年末年始もいっぱいなんかまたするとセールをするとは思うんですけど、それはおいおい、はい、いっぱいやっていきましょう。まあ、これからちょっとね、勇さんも来たことによって、なんかますますなんか格闘技職もね、濃いくなるのかなと思います。はい。そして、そして、バリカタ DVD、ブルーレイで、DVD とブルーレイの紹介、これは、当日、ブースでも販売します。はい。フルホース、荒木さんとちょっと今日電話でして、まあ、送ってもらって、バリカタの、プロフェッショナル呪術バリカタの DVD と、
あとフルホース DVD、 あのテクニックビデオとか、うん、あテクニック DVD っていうのかな、新作とかいっぱいあるので、うんうんうん、それも一緒にあのブース出すので、はい、よろしくお願いしますということで、はいはい、品揃え、こちらもいっぱい品揃えがあります、はい、そして、まあ、また戻りますけど、ドゥマウ九州、12月11日まであと6日、はい、あそう、女性が、ね、補足ですけどね、35名参加になってますよね。おお、35ですか、うん、おこれは例年に比べて多い、多い、あこれキッズも入れて、ね、女性、うんが35名だから、なるほど、ね、きっと他の男性のキッズを入れるとまだもっと男性のキッズっておかしいね、あの、うん、男、僕ってことですね、うん、そうそう、はいはいはい、でも女の子が増えてるってことは将来ね、いやこれはだからもう本当嬉しいことで、こんなに戦う女性が増えるのかと、もう世の男性がねいかにふぬけかということでしょうね、強くなっていく、むちゃくちゃ言ってますね、生まれますね、ふぬけですよ、ここ。いや、俺、今、あの、妄想おじさんを見ながら言ったんですよ。妄想おじさん、ふぬけ。ふぬけなんで。もう最後、こう、シュワーってなってる。すげえ。すげえ。ふぬけ。散々な言われよ。散々な目にあってもね、はい、あの、立ち上がるのが妄想おじさんなんで。素晴らしい。はい。そう。はい、柔らかく、長く。まあスルメのようにね、うん、そうですね、噛めば噛むほど最強のかわし方しぶとくって知らんぷり、それはねやっぱふぬけですよ、はい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 、はい、そしてですね、これ言っとかないとね坂口くんに怒られる、はい、はい、12月10日、会場準備がね土曜日から始まっちゃうんですけど、はい、会場準備しながらなんとステージを作ります、はい、で、あの、なんていうかな、あれアリーナにこう埋め込まれてるステージをガターンと、はい、出したいなっていう感じ、はい、まあこれ全部中村くんがやってくれるんですけど、一人でやった全部一人で出してくれるんですけど、実験の仕事でやれませんね、いやあのすごいステージなんですよね、あの、うんうんうん、すごいステージがガターンと全自動で出てきて、すごい、うん、それはすごい、それを中村さんが、うん、そうやるんですよそう、中村さんっていう全自動、井上さんと二人でやってくれるんでやっぱ新婚は違うわ、はい、やっぱね力があり余ってるね、はいはい、これは入場無料です、当たり前ですけど、はい、でですね、ここはステージ上にもちろん表彰台も、ここで表彰台もするんですけど、あ今日はいない言ってくれる人が、当日、あ前日ミックスジュース、はい、前回も出てくれました、これは溝野かなたちゃん、はい、竹内結衣ちゃん、はい、これも前回ゲスト来ました ね、 来てもらいましたね、モッシュピット、モッシュピット、モッシュピットですね、ピットか、はい、これね、モッシュ、ね、モッシュできるアイドル、モッシュできるアイドル、モッシュって知ってます、モッシュ、モッシュ分からないです、あのここ洗うやつですよ、え、それはウォッシュでしたね、うん、きついっすねウォッシュってあれですよ、ヘッド今あれですよ、もうちょっと遠いっすね、ちょっと遠いっす、今あれですよ、町長より中村さんの出演時間の方がめっちゃ長いっすね、目の前にいるんで、だってあの町長にこれ触れないじゃないですかさすがに、確かに、まあいや、うん、触れる間柄なんですけどね、はい、振ってもいいんですけどね、はいはい、でもまあダメって言ってます、ダメです、ちょっとお酒が入らないとダメなんでもしピットもですね、はい、まあでも見せてほしいですね、ですね、時間、はい、会場がねこれ、アイドル大作戦は、2時15分、はい、開演が2時半、はい、でこう、終わった後の交流が、まあ、ちょっとあって、まあ、ここでブースとか出てるので、もしよかったら、まあね、アイドルの CD とか、チェキの販売とか、いろいろ CD の販売もあると思いますね。はい。はい、この4つ。はい。まあ、土曜日も楽しめるってことですね。そうです、そうですね。前夜祭的なもんです、はい。そうです。で、その隣で自分たちが会場準備をね、やってるというね、やってますってこと。はい、で、ドゥバウ九州2016、木山アイドル大作戦第2弾、12月11日日曜日。はい、その次の日になりますね。はい、これもミックスジュース。はい。トゥインクルズアリサちゃん、アリサちゃん、はい、でまた竹内結衣ちゃん、はい、で溝野かなたちゃん、はい、そしてあの先週出てくれた、はい、安倍咲夫さん、ね、これはあの DJ マース君 の相方、はい、目音漫才をやってくれる漫才、あのやってくれる相方、はい、もう始まった時からもうどうもやってくれそう、あやってくれそうな感じです、ね、いきますノリがすごくいい子でした、うん、はい、素晴らしい、で、ステージイベント当日の木山町のステージイベントがあるんですけど、はい、そっちの方にもあのドゥマウガールズが、メダルガールズが登場します、はい、ありがとうございます、ミックスジュース、はい、はい、ミックスジュース、はい、なんで2回言ったんですか、ミックスジュース、あ違った、こっちだった竹内結衣ちゃん、はい、はい、アリサちゃんですね、アリサちゃん、はい、で溝野かなたちゃん、はい、これは30分
のステージかな、うん、をもらってるので、はい、ここでやります、はい、ごめん、オープニングアクトのミックスジュースは開会式直後の方やった。そうです、アリーナの方で、はい、ミックスジュース、この時に、バーサスを歌うんですよね、はい、マース君が作ってくれた曲、ありがとうございます。対決する前にバーサスを歌うというね、はい、いいですね、はい、ちょっと盛り上がりそうですね、はい、そして、まあ、お昼休憩後にツインクルズのステージもあるというので、はい、パフォーマンスがあると思うので、はい、これすごいですね、ある意味、うん、盛りだくさんになりましたよ。アリーナでこれやっちゃって、いや、そうそう、気づいてると思いますけど、うん、今まででアイドルさんが一番多いんですよ、多いですね、今回が、はい、さすが坂口プロデューサー、そうですね、うん、彼は敏腕になってきましたね、彼は 何者なんだってね思うぐらい、すごいですね、九州を牛耳ってるのか、うん、それそれいろいろ解けないですか危ないっすね今日、はい、いやでもですね、はい、素晴らしいイベントが前日も当日もそうアイドル大作戦もあるし、ブラジル人トーナメントもある、はい、そうして全体を覆うものは木山ふれあい、ふれあい、ふれあいフェスタ、はい、そこ一番噛んじゃいけない、はい、はい、そうです、そうです、大体重要なとこ噛むけあら、あら、チーズは大丈夫、町長が今、はい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 、ありがとうございます、ありがとうございます、そうですね、はい、これベースにメインとなってるフェスが一番でかいのが合ってるんですよね、実は木山の会場で、うん、大きいのが11日ですね、うん、はい、ありますね、午前9時から、うん、ああ結構早いですね、本当ですね、そうですね、あでいろいろなんか待って、ここはね、はいはい、後半戦に、なるほど、ね、はい、その前に曲をかける前に、マース君のミュージック Q をやりたいので、お何曜日やった日曜日、はいはいはい、はい、あのこれあのプチあのあれですよ、コーナーみたいな感じで今、はい、井出さんが言った雰囲気になってますからね、はい、それあれしてもらっていいですか、まあ、はい、そうですそうですそうです、日曜日にですね、ここで散々の宣伝してきた、復刻パラノイアの、はい、能楽堂ワンマンですね、大堀公演を見てきました、はい、みんなで見てきました、はい、来ましたよ、はい、よかった、もうね、現れた、現れましたか確かに上野さんなんか入った時あったような、帰る時いなかった気がしますね、ちっちゃくなって浄化しちゃってた感じ、うん、そうですね、なんか小学校同学とやっぱ雰囲気いいよ、いやすごいですね、やっぱりでもすごい気使ってたみたいですね、やっぱ木に触れちゃいけないらしくて、触れてはいけない、ね、みんな全員足袋履いて、足袋履いてたし、はい、出てきてたし、うんうんうん、素晴らしかったですけどね、うんうん、本当になんかね、あの能楽堂じゃいつも見られないような照明とか音響とかしっかり入ってて、あそこにあんだけ照明入れてね、持ち込みですよ、あれ全部ちゃんと花道からね、そう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 、はい、で、まあ、自分の感想はね、あの明星は和楽があってよかったなと、生きてたと、 あれが生きたんじゃないかなと俺は思う、だけどちゃんとそれで洗練されてて、そうです ね、 ね、あのダンスバージョンっていうか ね、 はい、一度ね闇に覆われてしまうというね、そうですね、なんかちょっとミュージカルオペラ、あミュージックオペラ、うん、寝返りそうになってましたね、寝返りそうになってましたね、はいはいはい、復刻様がね亡くなっちゃって ね、 いや一回残念だったですね、本当に、うん、でも結構軽い感じで亡くなってましたね、ほらみたいな、さよならそうそうそう、あまり未練がなさそうなかったですね、現世に見ればないんでしょうね、もう復刻様神様なんで ね、 でね、お客さんもいっぱい入ってたし、そうですね、本当に、ね、いやすごい盛り上がりでしたね、お客さんね、大成功、大成功、はい、うん、これからの、ね、次にね期待したいな、来年ねどんな活動を示すのか、うん、確かにちょっと期待したいですね、はい、またゲストに呼びたいなと思って、絡みたいですね、ぜひですね、うん、はい、そんな復刻パラノイア、まあなんというんですかね、こうあれですけど、あのはい大丈夫かな、追悼ではないですけど、まあ、追悼じゃないですね、追悼になっちゃうですね、はい、あの思い出をみんなで、うん、はい、共有しようということでですね、はい、はい、そうですね、はい、1曲目を、はい、行こうと思っております、はい、じゃあマースのミュージック Q では復刻パラノイアの、はい、読めない、読めないえ何読めない、これ、まんじゅしゃげやろ、あまんじゅしゃげですね、うん、え今本当に読めなかったんですか、えまんじゅしゃげ聞いてください、燃える
本日はゲストに木山町町長松田町長にお越しいただいております。町長3回言いましたねこの短い中で。はい、では今回もね、一番最初に、好きな特撮ヒーローを聞いてみたいと思います、はいはいはい、ありますか。やっぱりウルトラマンですかね。あーすごい、元祖っすよね。元祖ですね。初代です、ね、3分間。ああ、安原タイマーですね。その、あの時はですね、あの時はって僕は別にそのタイムリーではないんですけど、はい、ウルトラマンが3分になるじゃないですか。あの時カップラーメンってあったんですか、もう3分で作ってるやつは。いやなかったような気がする。あ、ないですね。じゃあやっぱ後付けなんですよ。あれは関軍やろ。日清のカップヌードルが有名になったのは、あの日本赤軍の、はい、なんとか山荘事件、浅野山荘事件で自衛隊の人たちがその雪の中でずっと取り囲んでる時に、あの食べられるものはっていうことでカップヌードルをみんなですすってるシーンがテレビに放送されて、それで爆発的にヒットが出たと。あ、すいません、これ豆知識です、ね、いやそれは本当なんですね。あ、それ本当なんです、ね、大体嘘みたいな。ほら、あの一番最初のね、あの普通のノーマルの醤油味のカップラーメンとウルトラマンって配色がなんとなく似てる感じありますもんね。いや、すごい、なんか俺はなんか結構ね、タイアップ的な昔からあったそのアイディアなのかなっていう、その3分っていう戦う時間が、ね、3分はあれでしょ、あのドラマ的に3分にしとかないと、うん、あの戦うシーンが3分大体決まってて、うん、そうですね、あ、テレビ的にだったんですね。そうだから最後にスペシウム光線でやっつけるんだけど、最初からあの、ね、出してしまえば終わっちゃう、戦うと思うんですよね。そうですよね、でピカ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 しだす、ね、はいはいはい、だって無限だったらもう初めからずっとウルトラマンでやってきてウルトラマンで帰ればいいし。いや、まあそうですよね、うん、ドラマが生まれない、大変なことになりますけどねそう、地球上ではですもんね、ウルトラマンは。そうです、活動時間が決められてるんですね。そう、 あ、そうですね、そうですね。え、はい、ウルトラマンがもうドストライク世代ですか。そうですね、もうウルトラマンもバッチリですね。その前のね、あのウルトラ Q がもちろんバッチリだったですけどね、ウルトラ Q はモノクロになるんですかね。モノクロですね。ウルトラマンからカラーですね。そうです。へえ。あの、こんなドロドロドロってタイトルが出てくるんですよ。回転しながら。ドロドロドロですね。うん、そう、あのぐるぐる。そう、元に戻ってウルトラマンになるやつ。なるやつ。あれ、白黒でテレビで見るじゃないですか。例えばウルトラ Q ですけど、はい、本当は色あるんですよね。要は。あるんですよね。だってそうじゃない。白黒で見て濃淡しか出ないけど、ちゃんとね他の色。そうですよね。でテレビをメインにやってる人たちって。白黒で映るんだって分かりつつ色こだわって作るもんなのかなっていう。さあどうなんだろう。だって結果別に色いらなくねみたいな。あのフィルム貼ればいいじゃない。テレビに自分で自分たちで。いやいや、そのそれ以外のイベントとかってあるもんなんですか。その要はテレビの以外でウルトラ Q に会える的な、そういうのって昔からあるんですかね。デパートに行ったウルトラ Q、 ウルトラマンはあったけど、ウルトラ Q はその主人公が、そうですね、特撮ヒーローいないので、あ、そうですよね、はい、主人公一応人間、ね、いや人間対怪獣のねお話ですしね。そう、でもすごいですよ、ビルを突き破る花の話とか、うん、なんかこうナメクジでかくなりましたとか、一話一話がすごいもん、怪人がとにかく個性的なんですよ、ね、あ、うん、で初めてカラーになる時は総天然色やったけどね。何ですか、そういうこうね表示、はい、その天然色やった、白黒テレビからカラーテレビに変わった時ので、まあ、白黒の番組もあったし、その時カラーの番組もあったし、あのちょっとフルカラーのことをハイビジョンとかね、なんかそういう、ね、そういうのと一緒に変わる頃と天然色って言ってたんですか、うん、なんかあれですよね、機械だも好きみたいで、あ、機械だ、はい、美人だ、機械だ、破壊だ、美人だが先に出てくる、美人だってなんですか、塩見悦子、うんうん、あ、それ中身のです、中身じゃない変身前、あ、女性版ですか、あの途中で出てきて、うん、途中で、ね、意外とあっけなく、あ、最後死にますもんね、美人だは、破壊だはその後、破壊だが主人公の番組までできる、そうですね、悪役だったのにみたいな、破壊だはね、三郎という、一郎二郎三郎という、雑ですね、あのぶっちゃけ機械だより破壊だの方がかっこいいですね、かっこよかったですね、あ、そう、そうなんです、めっちゃかっこいいんです、反則っすね、ナイフを持ってキラキラキラさせると破壊だになる、はい、へえ、あとはね、ライオン丸とか、あ、ライオン丸、懐かしい、馬に乗ってくるんですよね、天馬に。うん、いや、ちょっと全然僕は分からないですね、うん、あ、
昨日うちのお屋敷が特撮デーだったんですけど、はい、お屋敷がお屋敷でございます、はい、特撮デーだったんですけど、今言ったやつ全部昨日歌ってましたね。あ、ライオン丸も、そう、すごいな。やっぱ赤影とかね、はい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 、なんで赤影が知ってるのかな。再放送で見たんじゃない。そうなんですか、ね、だいたい再放送ですよね、うん、あと映画化もされたでしょ。あ、そうですね、うん、はいはいはい、それからかの 青影の これが、うん、あ、いや、ね、あ、いたいたいた、これが、もうこれがこれが大丈夫ってやつね。見える、見る人だけ、そうそう、うん、大丈夫ってやつ、子供ですよね、子供、子供、そうです、そうです。で、白影はタコに乗ってくるやつ。あ、そう、こういう、そう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 、夏、ま、牧冬吉という、そうそうそう、まあ、特撮ばっかりあれしても、はい、あれなんで、そうですね、ふれあいフェスタのお話を頂上しましょうか。今日来てくれたかと言いますと、はい、はいはいはい、2016年ふれあいフェスタ、ですね、毎年ね、やってますよね、はい、木山のまあ一大祭りなんですけどね、うん、すごい人数集まるんですよ、はい、体育館と町民会館とその周りが場所になるんです。全ては、はい、大きいですもんね、本当に大きいですね、はい、なんかものすごくいろいろな催しがありますね、はい、はい、例えばあのしし鍋とかもね。しし鍋ですか、はい、しし鍋、はい、しし鍋も美味しいですよ、あの今年中止になりそうだったんですけど、まあ、取れましたか、あのやろうっていうことで中村くんが取ってきてくれたんですね、ありがとうございます。モコズキッチェ、あ、違う、モコズキッチェ、木山のモコズキッチェ、あとはね、餅つき大会なんか、あ、いいですね、佐賀牛カレーとかもあります。うまそう、絶対美味しい、うまそう。あとね、全然違うけど、子供たち あの木山創作劇ホタル列車っていう、あ、町長も出演されて、はいはい、本当ですか、はい、昭和の初め頃木山はホタルの代名所で、あ、博多からホタル列車に乗って、あ、ホタル、それでホタル列車なんですね、はい、芸者さんとかね、ね、あの、いわゆるそういう人たちがバーッと来て、本当ですか、そうなんですね、すごく賑わってたと。あ、でその後戦争が起こるんで、はい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 、その辺のところをもまさに、あ、子供たちが中心となって演じてくれるんですよ、泣きそうですね、うん、もう聞いてるだけでうるうるうるってすごいですね、カレー、ラーメン、唐揚げ、たこ焼き、うん、めすごいお腹いっぱいになりそう。赤ちゃんのハイハイレースとかもありますよ、ね、懐かしい。あとバルーンも乗れるんですよ。バルーン出た出た、バルーン、うん、もうとにかくもう何でも、ね、何でもあり、バリ方ですね、バリ方これ何でもありのバリ方、すごい赤ちゃんハイハイレースめっちゃ気になる、うん、はい、俺出たことある赤ちゃんの時マジ覚えてる、なんかもらったもん、あの、まあ、俺は覚えてないけど あった家にあったハイハイレースでお母さんがわーってこうするとこう赤ちゃんが行くんよ。勝ったってことなんですね。勝った勝った、すげーえ、じゃあやっぱこれ見たら泣くんじゃないですか。いやだけどね、途中でね、赤ちゃんがね、うえーって全く一歩も進まない赤ちゃんもいますね、いますね、うん、いろいろなね、こう、はいはいはい、ストーリーが生まれます、赤ちゃん、はいはい、あとはね、学校給食の人気メニュー、いや、これすごいですね、これいいですね、給食のね、今テレビ番組でね、給食のやつがあってるでしょ、天海祐希が、ああ、はい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 、今どんな給食なんですかね、本当ね、見てみたいですね、うん、もうまさにあの見た目もいいしね、へ、味もいいですよ、え、それは今その木山で実際に出されてる給食、すごい興味ある、すごい、すごい興味ある、ね、なんか親御さんたちもやっぱ見れたら安心するところはありますよ ね、 そうですね、やっぱり今いろんな問題がありますからね、そうですよね、それからあと沖山は非常に防災の町なんで、はい、はしご車の登場、あの、実際の体験も、はい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 、すごい、はい、まあ本当にね、ラーメン屋さん、カレー屋さんっても書いてますね、うん、ラーメン屋さんもカレー屋さんもその、一つじゃないですもんね、カレーも何でしょうか、はいはい、前ラーメンフェスタもありましたしね、はい、うん、また今回もあのエミューカレーエミューをね、あの連れてこようとしたんですけどちょっとエグくないですか、いろ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 な反対の理由が、いや、そうそう、なるほど、見たら食べれないとか、ね、いや、そうでしょ、そうでしょ、あ、そうか、そうか、移動させるときにあの消耗するとかね、あ、逃げたら誰が責任取る、責任問題まで発展してね、足めちゃめちゃ速いですからね、うん、しかも、ね、まあ大きいっすよね、あ、大きいです、もう2メーターぐらいありますですよね、いや、でかいっすよ、エミュー、あの、エミューカレーのレトルトをいただいて、ね、前回食べたんですけどめっちゃ美味しいですよね、本当になん
かこうちょっと構えて食べたんですけど、はい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 、普通の全然みたいな。なるほどね、うん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 、俺こうやって宣伝するのみで全然まだ。あ、木山に、ね、木山においでいただいたら私がご馳走します。ありがとうございます。言ってみる、言ってみる、やった、やった。今週、あ、先週から今週にかけて私6回ぐらいエミュー食べてます。毎日エミューみたいなね、うん、ものすごいお忙しいじゃないですか、うん、やっぱそのエミュー食べてこうやって頑張ってるところもあるのかな。あ、元気の皆さん、ものすごく体にいいんですよ、ちなみに今年は4個卵が生まれました。おお、うん、今130羽いるんですけど、ね、その中でやっと交配が成功して4個、うん、まだまだ。じゃあ今からこれもやっぱ難しいもんなんですね。難しいですね。でさらにそれから孵化するのもまた難しいんですけどね。また難しいですね。すごい、エミューを語ったら多分1時間ぐらいじゃ済まない。そのエミューをその飼育というか販売してるのって日本だとそんなにないんじゃないですか。一番多いのは北海道。あ、そうなんですね。東京農工大っていうのが北海道の網走でエミューを、はい、大学と一緒に。わあ、じゃあもう北海道、東京、飛んで福岡、うん、はい、飛ばして木山に、うん、はい、そうですね、もう木山今130匹いますから、うん、そのやっぱりエミューである、そのエミューを選んだ理由っていうのはやっぱそういう体に良かったりとかっていうところなんですかね。まあ結果論はそうですけど、まあ最初にエミュー飼いませんかっていうことを、はいはい、3年ぐらい前にそのある人が木山に持ち込んだみたいで、まあ、それに役場と農家の方がじゃあちょっと4匹から始めてみましょう、はい、そこから始まったんだ。4匹から、うん、それは3年前ですね。すごい、だって今ではね3年で130匹に、はい、すごい。いや、なんかね、思うんですよね、なぜエミューって。そうです、多分普通の役場だとね、やっぱりちょっと引いたと思うんですけど、はいはいはい、まあ、木山はそこは引かない。木山はね、何でもチャレンジするとこなんで。そうですね、同じ宮城郡の上峰出身としては、エミュー、エミューみたいな。そんなんあったっけみたいな。だから3年前私木山にまだ来てなかったので、だから私がいない時にそれが誰かがそれをやってくれたので、今こうなってる自分、それがなかったら多分今のエミューはないですね。うん、そうですね。でもなんかブースとかいろいろ見る限り、やっぱりこうどんどんね、いいこととか住んでる人たちが楽しめるようなことを全部やっていこうっていう姿勢がすごい見える。そうですね、すごいですよね。いろんな種類あるし、多分そのね、ローカルの方たちもすごくこれだったらなんか、あ、行きたいなとか、なんかこうね、参加してみたいなって逆に思うようなイベントだなっていう。うん、そう、天気さえ良ければもう8000人規模のフェスタラーしてるんで、ね、これにグマウが合体したら、はい、まあ、1万って言ってもいいんじゃないかと、まあ、当日ね、どれぐらい人数があるか。そうで、今3年前木山町長が3年前また来てなかったんだけど、じゃあそれ考えるとまだ副町長時代の来たばっかりだったんですね、自分たちと知り合ったのって。まだ来て3ヶ月とか4ヶ月、その時に紹介されたんですね。でだから実は、ね、ここで重要な人がいるんですよ。はい、ここをつなげたのが実は妄想さんなんですよ。あら、いや、まあまあ一つ手ですけどね、はい、石崎さんというね、はい、こう方がだから、こうつながってるって、まあ、ここにこう一緒にいるっていう。そうですね、うん、縁じゃわからないものですね。縁ですよね、まさに、はい、すごい縁のエミューですね、うん、縁のエミュー、うん、はい、はい、こういうところがあるんですよ。そうですね、はい、そんな2016年、はい、2016年ふれあいフェスタ、はい、12月の11日日曜日、はい、9時から15時まで、やっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しください、はい、ということで曲に移りたいと思います。今日はなんと12月なのでクリスマスソングですね、はい、うん、クリスマスパーティー with パラエルストライプス、ノーティクローズイズカミング、サンタが街にやってくる。
この番組は福岡の観光資源であるサブカルチャーの活性化を目的として放送しています。ブラジリアン柔術、プロレス、演劇、アニメ、特撮、音楽、コスプレ、アイドルなど何でもありのバリカタラジオです。協賛協力各社の紹介です。株式会社リング、筑紫野剣僧株式会社2階連武館道場、九州最大級の品揃え格闘技プロショップ福岡いさみ、カルピディエム福岡、パラエストラ中川井出道場、カフェドユーカ、劇団風来坊、普通免許で OK 三輪バイクを気軽にレンタル、トライクイージーレンタル福岡の間店、博多豚骨ラーメン竹林大橋店、ブラジリアン柔術を広める熱い親父たち OJJ、 博多サブカル研究室、サンダーバードサブカルチャーコミュニティラボ、ラスコンチャス、柔術ナート、他バリカタプロジェクト協賛各社の提供で、生放送は福岡市内 FM77.7MHz、 録音放送は YouTube バリカタラジオチャンネルでお送りしています。番組への参加は Facebook バリカタラジオページからお願いします。協賛募集中です。株式会社プレリュードでは共に働く仲間を募集中です。立ち上げ2年半のまだまだ小さな会社ですが、その分風通しはよく意見の言いやすい職場です。福岡、東京に拠点を持ち寮も完備、全国どこからでも受け入れる体制が整っています。スカイプを使った面接も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。社員一同お待ちしております。はい、はいはい、なんか今日はね、まあ、かなりいっぱいありたんで本当です ね、 まだね、うんうんうん、言ってないことがあるんじゃないかとちょっと不安なんですけど、うん、はい、ちょっと覚えてるうちに言います。エイソーさんとちょっともうちょっと話したんですけど、はい、先週日曜日やりましたドゥマウ北海道、はい、第1回目、はい、あったんですよ。で北海道ってやっぱまだちょっとなんかな、そんなにまだ充実がそんなにアカデミーにしても多くないので、まだまだ人数が足りないんですけど、足りないっていう言い方おかしいか、今からのとこなんですけど、それでも大会が開けました、うん、でまだちょっと少なかったみたいですけど、しかしもう大会はかなり熱く盛り上がって、うん、また第2回目とやりたい、年に2回はやりたいと栄翔さん言ってましたね、うん、もうぜひぜひこれで北海道を、ね、盛り上がってほしいと思います。そしてですね、来年2月5日、ドゥマウ広島っていうのもあるんですよ。2月5日にですね、うん、ここは、今回ね、いっぱい出してきてくれてる TK トレーニングセンターの江川先生が受け持つ感じで、はい、うちもね、人数揃えて、もしよかったら本当広島にちょっと行きたいなと思ってますんで、うん、お互いに協力を し合って、ね、そう、お互いを盛り上げないと意味がないの で、うん、そうですね、そう、だから、まあ、これは常々自分言ってますけど、自分はどの大会でも協力したいので、うん、はい、だから一緒に盛り上げましょうよと、まあ、はい、単純にそういう気持ちからやってます。はい、だからそのためにもドゥマウ九州が、ね、成功して、まあ、引っ張っていく感じで、そして周りもどんどん、ね、参加人数が増えていって、充実をする人が増えていってくれると、まあ、いいのかなと、まあ、それが一つの夢でもあるんですけど ね、はい、そして、12月19日これはパラエストラ中川の告知なんですけど、筑紫野連武館、はい、筑紫野剣武館じゃない、略してしまった、筑紫野剣僧株式会社連武館道場、連武館道場2階、はい、ここは12月19日ね、時間は早い、4時半から5時半で1時間、まあ、キッズと女性かな、まあ、前回女性が7人いて多かったんですけど、できればキッズ の体験会です、ね、はい、うん、そこには妄想おじさんもついてます、はい、終わるとね、神楽でね、抹茶とコーヒーが飲めますので、はい、話し合いになります。そうです、まあ、どんなもん、ブラジリアンズってどんなもんかなという人がいたら、筑紫野剣僧株式会社に、西鉄紫駅から歩いて10分の場所なんで、はい、よろしくお願いします。そしてこのそばですね、ドゥマウ九州12月10日ついにね、はい、やってきました、はい、あ、思い出した、もう一個ごめん、木曜日、また、いつものように木山町に行きます。はい、町長いますか。木曜日います。あ、いますか。じゃあまた挨拶に来るかもしれません。で、そこで、バリカタラジオ番外編、
ちょっとアリーナにまたフェイスブックライブとかをやるので、うん、その時にもう一回ちょっと会場こういうところでふれあいフェスタ、ドマウ九州がありますと言ってライブでちょっと中継しますので、はい、そのフェイスブックですか。はい、フェイスブックでやりますので、はい、その時もしよかったら見てください。はい、ですね、先週登場してくれた阿部咲夫さんも来てくれるみたいなので、はい、なんかこう面白い掛け合いができればいいと思います。はい、はい、楽しみにしてます。はい、すいません、どうぞ。はい、あ、じゃあ私、はい、マッサイチですね。はい、カフェというか12周年でございます。ありがとうございます。今日が12月6日なので2日後の12月8日が、12周年となります。12月の8日9日10日をですね、日頃の感謝を込めまして、カラオケ無料にしたいと思います。あと限定ですが記念ボトルもありますので、うん、よかったらご帰宅お待ちしております。帰る、はい、帰る、はい、プレゼントコーナー行きましょうかね。はい、バリカタラジオプレゼントコーナーです。フェイスブックページからのメッセージで、番組への感想や意見などをお送りいただいた方から抽選で、3名か、パラディストライプスの、サイン入りアルバムファーストとセカンド、はい、それとバリカタグッズですね、年末までの、うん、はい、はい、メッセージいただいた方の中から抽選で、選んで送りたいと思っております。まあ、クリスマスプレゼントに、ね、はい、なればいいですね。はい、はい、多分当たる確率は結構高いですよね。うん、わからない。寂しい。直接来てもらった方が。もうじゃん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 メッセージが来てるんで。めっちゃ声震えてる。首振りながらやるのやめてくださいよ。そうですね。はい、期待しております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ僕ですね、ライブ僕出るよっていうライブが、1,2,3,4,5 発あります。12月の頃から、はい、パラエルストライプスで12月9日、ブードゥーラウンジで多分パラエルストライプスでは最後になると思いますので、遊びに来てください、はい、そのまま12月16日ですね、チームサプライズで、ピアノジャックの、うん、オープニングとはちょっと違うんですけどピアノジャックの出演の後に僕らがまた楽しいライブをやろうと思っておりますので見てください。レソラですね。で12月23日、こちらが、スクーポンサンバディですね、うん、のバックコーラスとして出させてもらいます。で続いてその次の日12月24日ですね、クリスマスマーケットで、僕の率いるルーザーズ、ルーザー、はい、最後のライブになると思います。なので3年間やってきたバンドなのでですね、みんな卒業したんですね、はい、まだですね全然と言っておきましょう、全然と言っておきましょう、はい、そうなんです。だから応援に来てください、まあ、彼女いないぜつまんないぜってやつはみんな来いと。クリスマスね、はい、そうです。市役所前に集合してください。市役所前夜7時ですね、はい、お待ちしております。めちゃめちゃ来たりしてる、ね、24日ですよ、24日。はい、で、やっとですねちょっとご情報が解禁になったので12月31日ですね、グリーンランドの方でカウントダウン、三井グリーンランドですか、はい、そうです。花火上がるやつ、はい、アナロジックスで、アナロジックスで行く、はい、カウントダウンパーティーに参加しようと思っております。僕らはバードマン、バードマンやりたいですよね。じゃあまあ僕らオープニングなのでちょっと出演時間短めになっておりますけれども、夕方からですね、いや夜ぐらいかな、夜になるかな、はい、感じ的にはいつ行けばいいのかわからない。7時ぐらいです、はい、7時ぐらいからオープニングなのでホームページとかね見たら、はい、そうですね、多分詳しい情報アナロジックスで出演しておりますので、また来週もねはっきりするかもしれない。あ、そうですね、うん、はい、来てください。はい、ピアノジャックってジャズ、ピアノジャック、まあジャズとも言いますけどね、なんかカバーアルバムとかよく出したりとかしてますね。ジャズよりもうちょっとハードですかね。ハード、はい、まあでもピアノとカホーンです。カホーンとピアノのデュオですね。うん、はい、デュオ、デュオ、デュオです、はい、まあ、ビレッジヴァンガードとかよく弾く人はね一時期よく聞いたと思うんですけど、ちょっと興味あるな。いやすごいかっこいいです、ね、うん、はい、かなりイケてる2人組なので、僕はパラエルストライプスの時ですね、何年か前にどっかの、どっかの何年かも何年か前に青森のフェスで一緒で、はい、それでかっこいいなと、まあ、夜中の 朝5時ぐらいまで一緒に飲んでましたね2人で、はい、ピアノジャックと、はい、そしてメインのこれですよね、はい、はい、そうです、ここも12月11日です、はい、ディズマウ九州サウスジャパンですね、はい、はい、ここで一日中おります、イエーイ、はい、一日中喋ってます、一日中喋ってます、前日からいますけどね、はい、はい、前日もいます、はい、いますので、はい、はい、ぜひ皆さん来てください。そして、はい、そして同日に、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、ね、じゃあ木山の PR、 木山スポーツに力入れてまして、すごい、はい、はい、この前の日曜日2000人の申し込みのロードレース、あ、ロードレース、ああ、そうです、そうです、結構雨降ったんですけど、雨降ったんですね、大丈夫でした、1700人以上が参加、すごい、私も5キロ走りましたけど、おー、
でその時にですね、うん、あの横浜 DeNA の1位指名、あ今年の1位、ドラフト1位ね、ドラフト1位、はいはいはい、あの浜口君、あの木山出身、来てくれて、スターターやって、バーン、何でもやってくれましたよ。いやすごいっすね。あと当日今度の11日はですね、はい、あの実際に来ないんですけども、あの有名な木山出身の人のコーナーを作りました。お、漫画家いますよね、はい、漫画家いますよね、キングダム、キングダムの原康久先生、はいはい、先生、はい、それから少年ラケットの掛丸掛先生、あと野球選手では巨人軍の長野も実は木山出身、この3人のコーナーは今度もまた作ります。なんかバットとか置いてましたよね、はい、いろんなそのグッズなんかも含めてですね、はい、あの当日展示させていただきますんで、ぜひですね、うん、子育てをしたくなる木山キッズが盛んな、そうですね、デマウと、ね、連携して、ぜひ盛り上がっていきたいと思います。盛り上がってほしいですね。ずっと気になってたんですけど、ホタル列車のバッジつけられてますよね、はいはいはい、アピールアピール。今度の、はい、創作劇でやるんですけど、私もあの村長役で、ああ村長で出るんですね。村長役なんですね、うん、どんどん大きくなってますよね、実は町長みたいな、すごいっす。本当子供たちすごいですよ。この前リハあったんですけど、はい、もうセリフ全部覚えてるから、あ長い子はね100個ぐらいセリフがあるんですよ、もう主役級の、すごいですね、すごいですよ。やみんなやる気に満ち溢れてるんでしょうね。実は創作劇としては5年目なんですよ。あそうなんですね。で蛍列車は初めてなんですね。あで 4回目までは子供だけだった、うん、今年から大人がちょっとだけ出ると、ちょっとだけね、はいはいはい、でもメインはもう子供なんですね。これは何時ぐらいとか時間とかは何回公演とか、2回公演、午前中の11時ぐらいと午後のやっぱり2時ぐらいだったかな、うん、正確な時間分かる、分かんない、はいはいはい、まあ、あの9時から15時までみっちり楽しめる、はい、その間にやります、はい、はい、間違いなく、まあ、あのディズニーランド並みにね、広いので、うん、あのそうです、キヤマンは同じ時間には絶対いないので、絶対います、はい、キヤマン、キヤマルもいますよね、もちろん、はい、はい、もちろん、だからみんな探してね、いろんなゆるキャラも撮ったらいいと思います。いっぱいいろんなところに動いてるのと思うので、まあ大体僕たちはゆるキャラですからね、言っても それはマース君とね、妄想さんだけで、妄想さん、妄想さんになった、妄想さん、もうゆるいです、あの創作劇はだからデュマをやってるアリーナの隣の建物なんで、あ、そっかそっか、歩いて3分、そうですね、歩いて3分かな、はいはいはい、すぐパッとこう見に行けるから、ね、すぐパッと見に来て、はい、試合、まあちょっと休憩時とかね、うんうん、そうですね、いいですね、はい、歩き回るとね、もう木山のこう全てが分かるというやつですね、うん、いやでも本当にいろんな文化が一緒になってますよね。そうですね、うん、時間いっぱい楽しめそうですね、うん、で毎年、12月の第2週目が大体木山フェスタで、第3週目がドゥマウ九州っていうね流れだったんですよ。 はい、それをね町長があの一緒にねやろうと言ってくれて、そう、ね、はい、誘ってくれて、でやるならじゃあアリーナでやりたいってなって、ね、はい、それで合体したっていうね、はい、今回初の試みなんで、はいはい、これはね本当に楽しみですね、楽しみですね、うんうん、すごそう、はい、いや、ね、本当にちょっとすごいと思います、はいはい、じゃあそろそろお別れの挨拶を、はい、もう行きます、はい、じゃあ木曜日行きますけどよろしくお願いします。でまた当日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですか、はい、はいはい、じゃあ行きます、せーの、ハッピー進行でマヨ、今日は11月24日木曜日ですね、私がいつも、毎週木曜日あの木山町役場の方に、お伺いしてるんですけど、町長もお忙しい方で、いつも東京に行ったりいろんなところに出歩いて、なかなか最近は会えるチャンスがないんですけど、今日は見事にはい、会えました。なんて言っていいのかな、お久しぶりです。そうですね、お久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいですね、ですね、はい、はい、今日はなんと木山町役場の町長室の中で、はい、ちょっとインタビューという形 で、はい、で12月6日に一応バリカタラジオの方で出演を予定をされてるんですけど、はい、なんかやっぱご多忙なので何が起こるかわからないということで保険をかけて、はい、今日はちょっと音声の方をちょっと取らせてもらいます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、12月11日の話をもういきなり始めたいんですけど、はい、
この日はかなりすごいことになりそうですね。はい、フライフェスタという木山町のお祭りが、はい、庁舎の周り、体育館、そして町民会館の周りで行われますので、非常に多くの方がそこに来られるんじゃないかなと思いますけどですね。1年に1回必ずこの月にあるっていう形で、はい、12月の第2日曜日っていうふうに決まってます。なんか毎回なんかな、人数がすごい人数に今膨れ上がっているって聞いたんですけど、はい、まあその、何人という正確な数字は把握できてませんけど、うん、まあ、数千人が毎回、来ていただいているというふうに思います。下のまちづくり課の井上係長、はい、井上課長、はい、係長に聞いたんですけど、はい、5000人から8000人規模というなんかすごい数字を聞いて、はいはい、もしこれが12月11日今回一緒にコラボする沼尾九州2016の一緒に合体した場合は、天気さえ良ければ1万人規模になってもおかしくないのでは。数字的にはそうですね。ですよね、はい、だからこれを、ね、一度見てみたいなと私も思いまして、はい、もうこれはもう松田町長の、ね、アイデアで、うちはいつも第3週でやらせていただいたんですけど、はい、それを第2週で一緒にやらないかとお声かけいただきまして、はい、これやったらどんなになるだろうと、うん、もうその自分も、まあ、大変だろうけどちょっとやってみたいなという気持ちになりまして、で、他にどんなフレアフェスタでどんな風な催し物がいっぱいあるんでしょうか。うん、まあ、まずはその、うん、農業祭りっていうのを一緒にやるので、はい、しし鍋であったりカレーであったりですね、うん、まあ、いろいろな料理が振る舞われるっていう、そういうのがまず一つですね。うん、それから、創作劇が木山の新しい創作劇ということで、はい、子どもたちと今まで4年間ずっと子どもたちの創作劇だったんですけど、うん、今年から大人もちょっと入るということで、もしかしたら、はい、頂上も、私もちょっとだけですけどですね、セリフがあるんですね、はい、セリフがいくつかございますので、そのまだ記憶ができてないので今それを、はい、覚えてます、覚えてる最中なんです、ね、台本を読んでるんですね、はい、それからあとは、まあ特産品のいろいろな出店も出ますのでですね、うん、加えて、赤ちゃんのハイハイレースだったりですね、うん、いろいろなその竹細工のコーナーだったり、かかしコンテストというのもありますね。はい、かかしコンテストももちろんありますね。はい、はい、なんか盛りだくさんな、そうなんですよ、はい、でそれが役場の周辺の町民会館と体育館の、うん、まあ、周辺中で行われるということで、うん、全部を使って、はい、なんか出店も露店もすごい数というのを聞いて、はい、でこの前なんか写真も一緒に撮ったトライクとか、はい、新しい試みもやったり、はい、まあ、あとそれにもうまさに今回その体育館で初めて、沼尾がこれまで武道場だったんです、ね、そうですね、はい、初めて体育館全面使われてアリーナでやるという、アリーナで、はいはい、やるということなんでですね、まあ、この辺りがうまくこうはまればですね、はい、本当におっしゃるように、すごい人手になるんじゃない、まあ、あとは天気がね、良い天気ですね、もう天気が一番のあれですけど、そうか、はい、コミュニティバスも出るんですね、コミュニティバスも無料で、これはもう木山駅とか、はい、そのぐるぐる回るような感じですかね、そうですね、駅からまあこっちに向かってくる、駅と役場を結ぶ便が一番多いので、あ、そしたらこれで、ドバオ九州に出る選手とかもこれに一緒に便乗して乗ってこれますね、はい、あ、これは、はい、いい情報をいただきました、はい、それからまあ元々は歩いても1キロ半ぐらい、ね、そうですね、1キロ、はい、ちょっとですね、1キロ半までないと思います。だからまあデマオに出られる方、応援に来られる方は別ですけど、うん、選手はなんていうか準備体操アップ代わりに来てくれると、アップ代わりにちょうどいいんでしょうか。はい。あとそのいろんな町のなんかこうゆるキャラも、はい、ね、何名か。そうですね、ゲストで出てくるみたいなんで、キヤマンとキヤマルという2つ、うん、2体のゆるキャラがいまして、うん、ゆるキャラグランプリに今3年連続参加したんですけど、はいはい、初年度が800位ぐらいで、800位、一昨年ですね、はい、で去年が400位ぐらいで、半分上がったんですね、はい、で今年は54位、もう100位以上に上がったんですね、はい、もう一気に54位ということで全国レベルに、全国区にもなってます、はい、まあ、来年は今回のデマを契機に来年はさらに、上位をトップ10内を狙う、はい、あと特設ステージがあるというふうに、はい、特設ステージはいろんな方の、まあ、催しで出し物ですね、はい、があるというありますので、今回もいろいろそれこそデマの方から
アイドルが、そう、はい、メダルガールがちょっと、はい、参加させていただきます。はい、でいろんな方々がいろんなこう歌とか踊りの発表なんかをするということになってますね。はい、なんか本当に自分も前こう別のキアマのフェスタに来たんですけど、はい、結構楽しくて、でなんかもう自然の中でなんかいっぱい食事したり、はい、まあ、もちろんビールも飲んでる人もいましたけど、だからなんかそういうふうになんか楽しめる場所としてキアマを使っていただいて、はい、なんか今度はそれがもっとすごい規模なんで、ちょっとこれはなんか自分はいつもあの呼びかけてる時はもう家族でご参加くださいと、はい、うん、お父さんは試合に出て、お母さんはあのフェスタを楽しんでくださいと、うん、で子供はまあ試合出てもいいし、その後はまあ食事を兼ねてやってくれれば、なんかそのふれあいフェスタを本当に楽しめる、うんうん、ですね、祭りにできるかなと思って、はい、今携帯電話があるからちょっと空いた時間にね、あの、そうですね、どなたかあの出前の会場に残っておけば、あの、うん、そろそろ出番だよっていう時にはお互いにあのいわゆるあの応援の人たちなんかね、はい、あの選手はあの試合終わるまではですね、集中しとかないかんけど応援の人はね、はい、逆に言えば交代で外を、そうですね、回って遊ぶこともできるし、いいんじゃないかなと思いますよ。1日過ごせるっていう形になりますので、はいはい、もうぜひぜひこれはもう本当初めての試みですけど、はい、このふれあい、キアマふれあいフェスタ、はい、そしてドゥマウ九州2016、はい、このコラボバージョンっていうか、これをちょっと成功させたいですね。最強タッグが、最強タッグいいですね、はい、ぜひもう本当によろしくお願いします、はい、いやこちらこそ、はいはい、楽しみにしております、はいはい、ありがとうございます。あとなんか言い忘れたことがあったら、あの佐賀県木山町、はい、木山町なんですけども、はい、佐賀県の一番東部福岡寄りに、うん、あの面している町です。あの木山パーキングでは皆さんご存知かもしれませんけど、うん、木山町に足を踏み入れた、あの町の中に踏み入れたことがないという方が多いと思いますので、うん、今回の機会を契機にぜひあの一度木山町に足を踏み入れていただいたら嬉しいかなと思ったりします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。